こんにちは、矢野です。 YouTube を、いつも見てくださってありがとうございます。新しくチャンネル登録をしてくださった方もどうもありがとうございます。はい、今日のね、東京はすごく朝から晴れてますけど、めちゃめちゃ寒いですね。でも朝冷たい空気でこうキーンとねしてる感じ、寒いって言いながらもやっぱこう気持ちいいですね。はい、今日はね、ちょっとこのお話をしたいと思うんですけれども、前にもこの YouTube で、今ね、新しいその意識体とコンタクトを取っていて、春ですね、3月に皆さんに、お届けできるように今チームを組んでね、そういったプロジェクトみたいなさ感じで立ち上げて、進めているんですね。でね、先日いつだっけな、当時の時にちょっとしたコンタクトがあってですね、コンタクトを取ったんですけど、こんなことをよく言うんですよ。なんかね、すごくユーモアがある感じの意識体でね、やっと私に発言権が回ってまいりましたみたいなさことを言ったりよくしてたんだけど、その当時の時にね、こう言っていたことは、あなた方は普段何気なく自分の思いをさ、こう話したりとか書いたりとか振る舞ったりとか、 いわゆる表現っていうのをね、なんだ、意図してもせずとも常に何かそう振る舞いをしているわけですよね。寝てたって一つのそれも表現だし、そしてね、例えば、それはただ自分の在り方だったり表現の次はさ、誰かとたわいもない話をすることもあるし、もっとなんかさ、お互いこう話し合ったりとか、例えば時には喧嘩したりとか、いろんなこうコミュニケーションというか他者との関わりっていうのがさ、実はものすごいこう、その自由っていうかさを手にしている、あなた方その素晴らしさお気づきですかみたいなことを言われたんですよ。と思って、私はねって、その意識体は、私は本当にその天の川銀河におけるね、ものすごい英知をたたいて、ずっとずっと遥か悠久の昔からこう存在してね、あなた方に お伝えしたいこととか、求められればどんなサポートでもできるんだけど、残念ながら発言権がございませんでしたみたいなさことを言うんですよね。で、よくセッションとか、でさ、こう意識体とかハイヤーとか、まあ、そういうのとつなぐとね、大体こういうこと言うんですよ。お話する機会を設けてくださってありがとうございますとかさ、こうやってメッセージを伝えることができてとても嬉しく思っています、ありがとうございますっていうかさ、そういうことを言ってきたりするんだけど、あ、そういうことかと思ったんですよね。自分から話せない、自分から伝えられないっていう人間的な感覚で言ったら結構もどかしくないですか。思うことがあったりさ、何か伝えたいことがあっても振られなきゃ話せないっていうさ、そういう、あ、そういう状態なのかなみたいな。だから私の感覚はあなた方にはないかもしれないけど、逆にあなた方も私たちの感覚っていうのはね、想像できないんですよみたいなことを言ってましたね。あ、そう思うとなんかさ、そういった高次元とかさ、マスターたちって英知をたたいてすごいなと思いながら、その存在とかその次元には、ない権利とかさ、自由とかわかんないけど、そういった表現の方法が私たちにはこうもたらされてるんだなと思ったら、些細なことでもやっぱりこう自分の思いを話したりとか、誰かとそれをね、一緒にこうコミュニケーション取ったりするっていうこと、ものすごく素敵なことだなって思いましたね。当時の日に出した YouTube もさ、毎春毎春が本当に素晴らしい瞬間で、それの積み重ねなんですよってことを言ってたけど、やっぱり本当に
目をさしっかり目覚めたっていうね、目をしっかり開いてさ、自分でこうやって見てみると、日常自分が手にしてる無意識のこととかさ、その当たり前のことがどんだけ素晴らしいかって、思いましたね。なんかほら、青い鳥じゃないけど、幸せはすぐそこにありましたっていうかさ、そういう探して探して、あ、結局ここなんだっていう、そういうさ、なんていうのかな、格言とかさ、お話っていうことじゃなくて、実体験でなんか自分もそれをすごく最近感じましたね。なんか伝えることができるとか、それって本当にすごく幸せな、でものすごい自由なんだなって思いましたね。で、そうなった時にさ、誰がどんなことを言ったって、その人の手にしてる自由をさ、行使してるんだから、お互いにそれはそれで認められるよなとかって思いましたね。たとえ自分と違うことを言ってたとかしても、それはそれでも全然その人の自由な振る舞いだから、それはその人のストーリーだし、共感することがあったり、その自分は違うなーって感じることで、じゃあ自分は何で違うと思ってるんだ、あ、私はこういう思いがあったんだとか、それを知る機会でもあるし、だから本当何でも OK なんだなって思いましたね。これからさ、例えば、忘年会シーズンはもう終盤かもしれませんけど、そうやって、仕事をちょっと離れてね、人と飲んだりとか、お食事をしてね、お話をする機会も多いと思いますし、ね、年末年始で帰省されたりして、ご家族と久しぶりに会うよとかさ、親戚で集まるよとかって、そういう方もね、いらっしゃるかもしれないですよね。あとは、帰省しないでお家で、自分の家族とゆっくり過ごしますとかさ、そういうのもいろいろあると思うんですけど、その会話をできる、その自分の、発言権がいつでも行使できるっていうさ、その喜びみたいなのを、なんかこう、知りながら、誰かとこう、会話をできたら、とってもいいんじゃないかなと思って、今日は動画を撮りました。じゃあね、いつも見てくださってありがとうございます。